されるとはな。これは奇跡か、それとも最後のダメ押しなのか。ありえないと分かっていながらこの時を待ち続けたが、貴様、過去の改ざん、ヘミヤシロという歪みを俺の手で正し、リンを聖杯戦争の勝者にする。ふん、困難だがサーヴァントにはふさわしいオーダーだ。当面はマスターを裏切ることになるが、何、蔑まれるのは慣れているさ。直接対決とは単純だな。手加減はしませんよ。敵を判断しないことだ。では、君の敗北にかけよう。さあ、遊びましょう。I am the pony. Steel is my body. Fire is my gun. Hugh Carlson.
先に行くぞ。立ち上がれるなら追ってこい。予想が外れたな。もう少し手こずると思ったのだが。では、君の敗北にかけよう。私には負けられない理由がある。浅はかだな。聞きません。真偽無欠にして、いつも終わりだ。真偽無欠にしてその口ぶりでは私が何者なのか思い立ったようだが、サイバーの手は借りないのか。ああ、俺とお前は同類だ。だからこそ自分の手で決着をつけなくちゃいけない。エミやシロが正義の味方を張り続けるために。お前では俺には勝てん。それを理解した上でなお戦いを挑むグレッツさ、それこそが私が切り伏せるべき未熟さだ。言ってろ。俺はお前にだけは負けられない。全力でお前を迎え撃つ。言っておくが、戦いになどならん。実力を伴わない理想がどれほど無力なものか一撃で証明してやる。お前は後悔しているのか。正義の味方だと。狙うしてこい。終わりだ。危ない。真偽無欠に行くぞ。終わりだ。狙うしてこい。立て直す。
行け。決めろけ。取れ。かわせる。休暇を打つ。行くぞ。行くぞ。ここか。食らえよ。これだ。勝機があると近寄る者はみんな殺しちゃえ、バーサーカー。浅はかだな。出直してこい。真に無欠にして。浅はかだな。ここかな。ここかな。お手しがめ。もらった。甘い。真に無欠にして盤石。やってくれる。甘い。相変わらず
懲りない男だ。てめえの剣には決定的に誇りが欠けている。真偽無欠にしてる万歳。ここからだ。真に無欠にしてバレそうだ。やってくれる。浅はかだな。
ここから合わせるか。遅い。ヒューカー発射。ヒューカー発射。遅い。かわせるか。かわせるか。ここからだ。あおい。急ぐ。食らえ。食らえ。Steel is my body. Why is it so hard? It's a grinding. Cucumber. Never stop. What is that?敵を見た目で侮らないことだ。真っ当な一騎打ちじゃあるまいし、剣には剣で、弓には弓で戦うとでも。ほう、終止替えか。裏切り者である貴様が今さら俺の前に現れるとは。それとも俺に解釈を求めに来たか、フェイカー。何、私もバカになってみようと思ってね。お前を生かしていてはこの町が火の海に沈むというのなら、その前に悪党を退治しに来た。はっ、掃除屋が汚れる前にやってくるとは、確かにアホーの極みよな。まったくだ。私も焼きが回ったと見える。もっとも私の目的はリンを勝者にすることでね。どちらにせよお前を片付けることに変わりはない。何、今までの掃除に比べれば楽な仕事さ。吠えたな、フェイカー。よかろう、我が財には弾頭の鎌も揃っている。一撃で首を落とすか、ゆっくりとすり切るか、好みの方を選ぶがよい。フェイカー、その身をもって真偽の違いを知るがいい。心眼入り混じってこその現世だと思うんだね。俺バカめ、バカめ、真偽無欠にして目の人来い。思い起こしたらどうした、見せ物だ。捕らえて、捕らえて、かわせるか。くらえ、くだらん。ヒューカー発射、かわせるか。ヒューカー発射、サイド、サイド、かわせるか。トモエカ発射、かわけ。ヒューカー発射、かわせるか。くだらん、くだらん、かわせるか。ヒューカー発射、ゆるくだらん。見せも発射、かわせるか。赤弦を受け、ヒューを受け、かわせるか。くだらん、ヒューカー発射。こいつは見せ物か。くしざしと、そこ、そこ、ここかな。バカめ、開け、開け、帰れ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 、朝だからな。思いやる、行けよ。深で追ったか。最後に見せたぞ。ヒューカー発射、かわせるか。ヒューカー発射、思い当たったくだらん。ヒューカー発射、見せ物か。赤弦を行け、火の要件、捕らえた。思い、ヒューカー発射、物がうまくかわせよう。捕らえた。
するか。カバーで。そこ。ゲート。そこだ。赤弦を行け。ヒーロー入れ物が。どうした。うまく回避をくだらん。休暇を捨てる。ともかわず。かわず。これ。休暇を捨てる。見せ物。赤弦を行け。ヒーロー拳。そこだ。思いやがったな。バカめ。終わりだ。仕事気味。次に終わりにしよう。バカだ。エヌマン。暗い王の鎧にブルンディング。捕らえた。何？カオスの鎧に。敵を見た目で侮らないことだ。この体もここまでだが、あとは連中はうまくやるだろう。敗者は潔く掃除屋に帰るとしよう。はあ、ようやく半分ね。自立型ゴーレムを戦隊なんて罰金のせいで作り続けたもんだわと。まったく、その根性をもっと有意義なことに向けてくれたら言うことないんだけど。そう言うな。これも彼らなりの信念だ。もともとは平和利用を目的としたものだったらしい。それがまあ最後の最後でよからぬ盗人に横取りされ、この惨状を招いてしまったわけだがね。最後の爪を誤ってちゃ意味ないでしょうが。なんか余裕あるじゃない、あんた。いつもはこう、もっと厳しくない？敵にも味方にも被害者にも。さて、馬鹿げた後始末も極まって、いい加減やけになったのかもしれないな。来るぞ、第二波だ。無駄話はや、いやまあ、これが片付いた後にしようか。びっくり、本当にシャレが通じるようになっちゃってる。何が起きたか知らないけど、いいじゃない、今のあなた。しかめ面してた頃より何倍も男前じゃん。それはどうも。しかし、なんだな、よくよく君のようなタイプに縁があるな、私は。僕はここにいる。